チェロキー語の元来の文布。チェロキー語はチェロキー族の言語で色恋語族に属す。2007年現在でも話されている唯一の南部色恋諸語である。文字は独特の音節文字を用いる。二重母音として愛、愛が存在する。なお、オクラホマの方言にはノースカロライナが持っている詩音を有声、無声化、大気温化させたものを持っており、 構成される音節数は110以上に上る。この表では上段にノースカロライナ方言と共通するシーン、下段にオクラホマ方言と空輸の無性シーンを載せる。チェロキー語には6つの成長があるが、ほとんどの語彙では弁別的な機能がない。一部の語彙に適用されるだけである。そして、成長で意味が弁別される語彙でも下記に述べる。チェロキー文字では、 成長が表記されないため、辞書で調べる必要がある。チェロキー語含む、色恋語族には、基本的に、P、B、F、V などの両親音が存在しない。なので、英語などの P 音を転写するときは別の音を用いることになる。なお、チェロキー語には、例外として M の音があるが、転写で用いられることは稀である。一番基本的な方法は、P の音に、 キロワットの音を当てることである。チェロキー語は他のアメリカ先住民主語と同じように方向語である。一つの単語に必ず認証、動詞語感、アスペクト、自制助動詞を示す形態素が入っており、認証は10個、自制は17個ある。認証には、総数、複数、一認証に包括的、排他的な認証がある。 シクーヤによって発明された85文字のチェロキー文字で書かれている。ラテン文字に似ているものもあるが、音値は完全に異なる。シクーヤは、英字ヘブライ文字、ギリシア文字の存在を知っていたが、それらを読み取ることができなかったためである。この文字では、ノースカロライナの方言は1対1で、音が多用しているが、オクラホマで話されているシーンの一部は、 文字が足りないなどの理由もあり、表記されずに異音扱いになっている。しかし、発音上ではしっかりと区別されているので注意が必要。また、成長も表記されないので意味の弁別は文脈に頼ることになっている。他にも、より正確に音地を表現できるラテン文字表記も使われる。中1ラテン文字転写では、通常、 正門閉鎖が表記されないので、以下の規則を使って、正門閉鎖がつくか否かを特定する。後頭の A, E, I, O, U, V は、正門閉鎖を伴わない。E, U は、どの位置にあっても、正門閉鎖を伴わない。五中、五尾のは、正門閉鎖を必ず伴う。正門閉鎖がポイントともに発音されないことがあり、その時は、 ラテン文字にも、チェロキー文字にも一切表記されない。文字はそれぞれ、日本のカナや、青銅器時代の古代にリシアで使われた、千文字 B のように一音節を表す。最初の六文字は、五島では、母音の音節を表す。組み合わせたシーンと母音音節のための文字がその後に従う。左横書きで、行は、上から進める。書きの表とそのラテン文字表記は、 サミュエル・ウースター牧師によって編纂されたものを元にしている。ウースターは1828年から1859年に亡くなるまでチェロキー語印刷の発展に重要な役割を果たした人物である。ABS のローグ、チェロキー、ハットインディジェナス・ランゲージズ・スポーク・イン・ザ・ユナイテッド、スティーツ、ハット・フィーリング、ディクショナリー・セブンティーン、ハット・フィーリングへとる。 バーブピアニッシュも1、2、ありがとうございます。